ダッシュでいこうぜ。どうも、竹田でございます。僕です。桑田さんの陸上人生振り返っちゃうと晒されちゃう。晒されます。詳しくじゃないですけど、桑田さんの陸上人生を振り返ってみようかなと思います。みんな見てみるかな。早速なんですけれども、大変非常に非常に見づらいんですけれども、こちら表があります。調子いい、調子悪い、中1から第4ということで、中学生のね、字が大きすぎて大学生入りきらん。桑田さん、陸上はもう中1からで大丈夫ですか？中1からです。なんで陸上部入ったんですか？もともと機械体操、バク転だとかそういうやつ。ああ、お聞きしました、お聞きました。そうやってたんだけど、中学校にその部活がない、体操部みたいなのなくて、押しようって思って仲良かったのが卓球部が友達でいて、卓球やろうよって誘われてて、卓球か。まあそれを機に卓球をするか、何も使わなくていい陸上をするか、いろいろ突っ込みたいことあるんで。逆に機械体操があったら、もしかしたらもう機械体操そのままやってた可能性高いあったら、もうそっちやりたい。あぶねえ。この素晴らしい才能が卓球か、まあ何もしない陸上かって名前言われてたと思うんですけど、うんうん、小学生の時からは多少は早かったみたいな。ちょっとだけ早かった。学校で一番とかみたいな、まあ、いやもう全然そこまでじゃない。うん、どんぐらいですか？ 100m で言ったら小6とか僕覚えてます。僕14秒4です。どうだろう、なんかすごい早い女の子がいて、うん、まあその子よりちょい遅いぐらい、14秒とか15秒ぐらいですかね。そんなもんかな、多分。走るのは苦手ではなかったと。うん、苦手ではなかった。卓球と陸上迷った挙句、気づけば陸上部に。ああ、なるほど。中学1年生の時どうでした？その学年で県で1位とかも全然もう無理。県大会出るぐらい。まあそうだね、県大会は出るけど、学年で決勝残るかな。あー、もうそれは才能発揮しちゃってますね。調子悪いの方に入れちゃったけど県の決勝で調子悪いにちょっと分布しちゃった僕、申し訳ないですけど、はい、でも決勝行ったんだ。決勝は行ってて、でもね、5番とか強いっすわ。12秒3とか4ぐらい出してたんじゃないですか。あー、そんなもんかな、多分よっでそれぐらい。まあ12秒4ぐらいだと、うん、何もわからないとこから入って県大会の決勝行ってでも逆に県で 4,5 番だとギリ中国大会行けない。中国大会の存在すら知らなかった。まあ練習はどうですか？きつめでした？緩かったね、うん、めちゃめちゃ緩くて、まあ楽だったな、うんうん、所属してりゃいいやぐらい。ああ、なるほどなるほど、うん、中学生そっちの方が多いですからね。うん、もうね、うん、何なんだろうね。じゃあまあちょっと冬季は頑張ったか頑張ってないか聞かないでおいて、はい、中2まあでも11秒後半ぐらい、78ぐらいで。調子悪い、調子いい、どっちいきます？悪いか。悪いです。11秒台で悪いっす。順位もう現状維持、はい、山口県の決勝の常連みたいなちょっと なりつつあった。でもその時から、そうだ、決勝にはなんとなくいるやつ。あめっちゃ分かる。それいる。それっていますよね。そうなんだ。あ、それでした、それだった。招集所でみんな盛り上がってるけど絶対それには入んない。僕は後ろの方であの黙々と待つっていう。招集所でうるさくするその陽キャたちの方が悪いですから。そうだよね、はい。まあこれもまあ調子悪い現状維持って感じ。まあ12秒中盤からまあ11秒7、8ぐらいまで、これ僕追いつきました。ああ、僕ちなみに中学1年生の時が12秒7だったんですよ、ベスト。次の年もう1秒伸びて11秒7まで行って決勝行けるようになりました。並ばれた。並ばれ早々に。早々に。さあ次中3。でもさ、11秒7って言ったらさ、結構ちょっと楽しくなってくるんじゃないですか。スパイクとかも真面目に買い始めてとか。ああ、まあスパイク真面目に買ってだけど、まだなんとなくやってて、僕は頭が良くなかったのでこれ勉強だとやばいってなって、あ、高校にってこと。高校、うんうん、まあ、ましてや大学とか、うん、生きていけねえってなって、うん、そこで陸上を頑張ろうって。俺はこれじゃないとどこにも行けないっていうぐらいまでちょっと追い込まれて。これはね、いいか悪いかはもう個人それぞれ。まあでもコナンさんそっちにシフトして、ね、逆にそこ一本で行こうと。うん、もう勉強は無理だから、はい、頑張って走る。もうそれにつきます。頑張ったんですか冬季は？まあ、まあ、冬季は家でのコソ練みたいなのをちょっとやって。コソ練入ります、ここで。コソ練何も伝わんないと思うけど。来ました、中3です。ちょっと上がるかな。おっ、あ、間違った。ちょっと待ってください。自己ベストから聞きましょうか。じゃあ11秒2後半とか。ああ、早い。11秒2はかなりの、もう中学生で言ったらエリートですね。ちょっと進歩したね、うん、ってことは山口でも県で、こっからやっと県1位になり始めて。おっ、もうここで県1位ですか。コソ練が来ました。聞いたね。だいぶ聞いた。桑田さん、僕もいい勝負します。11秒16でした。負けた。
まあここから本当にジュジュになって県で一番なるようになって、うん、真面目に陸上を本格的に、その陸上のおかげでなんと高校に推薦が何個かもらえて、おーすげーラッキーって思って行きたい高校、行きたかった高校が県で唯一のその体育コースがある。へえ。で他の私立、県立だったんだけど、その僕が行きたかったのが、うん、その行きたかった高校がですね、遅刻まで、遅刻多すぎて推薦できねえよみたいな言われてってなって、みんなに言いたいのは遅刻とか本当にやめた方がいい僕一回もやったことないです。本当にすごくて遅刻が、なんだかんだテストを受けて合格して、でその高校に入れてって感じ。なるほど。ダッシュで行こうぜ。高校1年生なんですけれども、高校1年生のテスト聞いちゃいましょうか。はい、10秒、はい、来た10秒8だったかな。来た10秒8来た10秒8来た、いきなり来た 0.4 上げてきた。ちょい上ぐらいかな。ちょい上ぐらいですか。グラフ的にはですね、どんどん上がってますどんどん上がってます。グラフ的には練習をめちゃめちゃ真面目にやるように。へぇ、新人戦やるじゃないですか。ありますね。までは本当11秒1とか2とか、うん、中学よりちょい早いかなぐらいだったんですけど、うん、県の新人戦で絶対こいつは勝つだろうみたいなやつが、はい、やつって言ったら先輩やつ先輩やつ間違えちゃったまあ1年生ですもんね。そうそう、この人はもう優勝は堅いって人がいて、はい、でもその時の僕はもうなんかすごいやる気に満ち満ちてたから、はい、絶対勝ちたいんだけど、ぶちゃめしたいとぶちぶちにしたいってで、まあちょっと一生懸命練習して、そこで10秒8決勝でバチン決め込んで10秒8で優勝して、それが10個ベストかな。僕も県新人優勝したんで、うん、あ、仲良し、仲良し仲良しここの高校2年生高校2年生あ、このちなみにユースとかはね、出てない出てない出てない。あ、そうなんですね。そうそうそう、ユースって何っていう。じゃあ次、高校2年生最初にベストを聞いていきたいと思います。高2で10秒6、うん、いったね来たねちょっと上がる、上がる、ね、10秒6はちょっといよいよですね。うん、そうだね、10秒6。いやでもこんな感じでね、あのちょっと見えづらいですけど、うん、グラフ的にはもう今んとこ右肩上がりだね。高度経済ですね、うん、うん、10秒6まで来ました。はい、これも県で優勝して、中国大会、はい、で広島がすっごい強くて、山形さんだ。そう、山形さん、北村、北村武也さん、広島の三強が中国支部もワンツースリーとそれぐらいすごい強くて、10秒それこそ3とか4の世界の人ですね。そう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 、キモって思ってラストレってつまらんなと思って下馬評通りには行きたくないというか、はい、その時も僕、ま、なんか中国新聞になるとすごいやる気出ちゃうというか、うん、準決が予選だか忘れたけど、すごい反応良くて、山形さんにちょっと先行、まあ、3年生の時ですよね、山形さんが国体、うん、取った時ですよね。ああそう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 、10秒30で、そう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 バチバチの時ですよね。バチバチの時に、そこで僕もでも山形さんがめっちゃ速いとか知らなかったからその時はまあ後々聞いたら、その山形亮太さんって、まあお前やばいやつだよあの人みたいな。でそこでちょっと気分も上がって決勝であの3番、え、その三強がいるにもかかわらず、そう、一番が山形さん、山形さん、北村、保佐さん。おお、山形さんは皆さんも知ってると思うんで、うん、ちょっと説明しないですけど、うん、そう、北村さん早稲田に行った方なんですけれども、うん、高校生の時に日本選手権入賞しますよね。ああ知ってる知ってる知る、うん、っていうバケモン、うん、の次、次やった、初めてですか、その中国ブロックで3番っていうのは。ああ初めて、初めて表彰台乗ったけど、まあ、ストイック構造だったもん、ね、北村に負けためっちゃ悔しいみたいな、逆にね、そう、逆にむしろね、逆にふてくされちゃった強キャラの仲間いると完全に、やっとここでようやくようやくシャシャれるここでようやくシャシャれるようになりましたかなり右肩上がりできてるということで、うん、この時まさにユースは、ユースは出て、でその時にそのジュニアユースっていう大会の存在を知るっていう、はいはい、全国大会ですかね。そう、全国大会、うん、5番だった。すげえ、全国入賞そうだね、初めてですよね。初めて、これもうちょっと上じゃないですかそれ。はい、まあ、ちょかなり調子がいいと今、うん、高校2年生、高3、高3、高3で10秒5が、これはもう上がっていいんですか。それは上がっちゃおうこれがピークです
最後までご視聴ありがとうございます。中学1年生の時から一度も下がることなく12秒5から始まり10秒5で15まで来てなんだかんだね、はい、気持ちいいなんすよね、うん、メンタルスポーツおお予選で北村くんが北村さんはいそこいてますね、はいはい、もうガッチガチの優勝候補、はいはい、めっちゃ嫌なやつみたいになっちゃうけど、うん、予選同じ組で肉離れ、うんうん、起こしちゃって、うん、僕はガッチガチに予選から本気で走ったんだけどまあ2茶だろうなと思いながら、はい、電光掲示板見てたんだけどなんか一番上に名前があって俺どういうことと思って北村ちゃんとゴールしてるしって、はい、足引きずってて、うん、めっちゃ痛いんだよな、うん、あじゃあもう取るしかない怪我相手には負けられないそう、はい、まあなんだかんだ準決も北村一緒でへえで準決はね 6-0 とかちょいベストなるほどこっからもう気持ちもね上げ上げだったから、ね、来たとそうで決勝はいい風も吹いてね、25で優勝できたっていう。おー、すげー。一番楽しかった。陸上人生。一番楽しかった。その後インターハイですか？インターハイね、その時ランキングがね、5番ぐらい。まあ、なりますよね、10秒、4、5でぐらいでしょ。まあ、決勝は残らないかんな、うんうん。ちょっとね、背負いすぎちゃったかな、勝手に。まあ、一応ね、走ったんですけど、上げきれなくて調子を、うん。準決勝で終わって、めっちゃ泣いた。あれ表紙になったのって言ってた時山口国体あれ山口国体山口国体ちょっと山口国体はねあのびっくりしちゃったびっくりしちゃったプレッシャーがえぐいのよえぐいで、まあ、先生もねなんだぞお前やめてくれよ やめてくれよでなんかポスターにもなっちゃったでしょ、うん、それめっちゃ面白いそうポスターになったって話が一番面白い検索すればね僕のブサイクのポスターが出てくると思うんですマジですか調べよう載ってますよゆみちゃんよそうだ、ね、純潔だったったかな準決勝で落ちちゃったとそう準決勝で落ちちゃった多分ねあの大舞台に弱かったのかな中国地方というのは自分が決勝に残れるレベルのとこでは進化を発揮できるんだけど、うん、大舞台と無理ない朝パパウエルみたいなダッシュで行こうぜこっからっすわもんね、はい、ここがねぶっちゃけ一番ね苦しいかもしんないけど一番皆さん聞いてほしいですねまあいろんな大学から推薦来たと思いますけどああそうだね、うん、10秒後って言ったら10秒後、まあ、なぜ東洋にしたのか学費〇面なるほどねそう、まあ、ちょっと金銭的な話そう条件が良かったのが東洋、うんうんうん、ちなみに何個ぐらい来たんですか5は来てるなすげえ僕3ですあーまあその中には東洋よりも頭いい大学とかありましたよね絶対ああまああったね頭いい大学は卒業できない10秒後で東洋大学進んだって言ったら当時の東洋大学でもいきなりエースじゃないですかタイムだけ見たらそうだねタイムだけで見るとなんか一番早いみたいな、うん、ちなみにタイム的にはどのぐらいだったら10秒後からまあでも6ちょいとかかなそれすごいっすよね普通にでも大学1年生からベストに近いタイムを出すって、うん、結構むずいでもまあ10秒6までではいったと、うん、まあどうすかいや結構下がる気持ち的にもブン結構下がった結構下がるんですよでもインカレとかもちゃんと出てってことですよねでも、うん、まあなんだかんだねそういった大きい大会は出させてもらってたんですけど僕覚えてます前回も準決勝行きましたよねこれあー行った行った行ったこっからっすねまあここから僕が入ってきますよ次大学に、ね、ああそうだそうだ武田海人が武田大学2年生の自己ベストは10秒7え6出してないの出してなくてしかもカンカレも個人で出れなかったそのシーズンベストが向かい風2近くあったかなで7だったの10秒7で早いそれはそう数字としてはねちょっと良くなかったうんしずしずと終わった大学2年生って感じあ、うん、ちょっと下がってきましたねうんいやでも大体はこういう感じで来た人が陸上人生うまくいってこういう上り調子で来た人がやっぱ大学で続けると思うんですよやっぱり続ける理由があるじゃないですかそうだ、ね、可能性があるみたいな感じで大体の大学生は入ってきたらコアさんここいますけど、うん、大体ここっすねもう大体やめます。やめるか、かけらもない人。例えば、10秒5で入ってきたのに、うん、あーそういうこと11秒1とか2でしかそのシーズン走れないから、はいはい、やっぱ関東だと、逃げ道っていうか、他にも面白いこといっぱい出てくるんですよ。陸上の他にも。ね、そうなんだよね、はい。いろいろね、覚えちゃうからね。そうですね。誘惑じゃないですけど、うんうん、そういうのが増えてね、大学の友達できても、みんなはそう、うん、なんかこの後飲みとか。ね、まあ僕友達いなかったんですけど、ここに来る人は、結構多い下がっててえ何小田さんどうしたのっていう思いももちろんあると思うんですけど、うん、割と普通、うん、こっから次じゃあどうなんのみたいな
いうのはまあ確かにあります。大学3年は横ばいかな。3年10秒6とか、ほんと真横ぐらいでいいの。10秒60っすよね、覚えてますよ、僕。もうやば、梨本さんと戦った時ですよ。ああ岩壁っすよね、これ。ああ、岩壁か、桐生、はい、が入ってきて。そうだね、まあ桐生も入ってきてくれたおかげで、うん、4系はやっぱり良かった。うん、この時カンカレ3番、カンカレ3番とか、うん、ここで大事件が起きて、はい、陸上に対するモチベーションがガン下がりする。ああ、モチベ下がります、モチベ下がります。ここで走ってて楽しくなくなってしまう。多分ね、これ真剣にやってる人ほどあると思うんだけど、前までが良かった分、ここまでウィーってきてたの、うんうん、良くも悪くも、うん、なんかこういう時ってまだ隣に勉強とかあるわけじゃないですか、高校とかって、うんうん、まあ、もちろん大学もありましたけれども、うん、98% もう色が陸上になってるじゃないですか、大学って。そうだね、もうより陸上にもうのめり込まなきゃいけな い, いう、もうどこ見ても陸上あるみたいな、本当に。しかも寮生活で、ね、短距離だけじゃなくて長距離の意識高いやつらとかもいっぱいいるわけじゃないですか。僕と小田さんで結構緩和した部分ありましたよ、ね、寮のそのなんかきちっとなってたところをこうなんかホワンとさせた。僕と小田さん歌ってたんで、ずっと寮の中で、うん、はい、いつ怒られるか。寮生活はね、すごい楽しかった。そうですね、その分ね、逆に、うん、やっぱね、ここはね、きつかったですね、きつかったね、はい、第4、最後ラストシーズン4はね、もうメンタル完全に持ってかれちゃって、これね、僕もどん底まで落ちた、気持ち的には。ああ、箱根のコースみたいな。最終的なベストとしては、うん、6で終われたんだけど、11秒出した時もあったし、やっぱね、いる魔物が大学には潜んどる。まあでも大体こんな感じかな。でも今その武田くんにいろいろ誘ってもらって、うん、もうほんとね、楽しい、うん、なんか、あ、本当ですか、うん、しょい込みすぎはね、よくない、うんうんうん、気がする。自分が楽しいと思える範囲でやらないとね、大変って感じた。なるほど、4年間ダッシュで行こうぜ。はい、ということで、はい、かなりちょっと壮絶で長かったですね。めっちゃ長かったですよ、ね、本当に50分ぐらい話しましたよ。めっちゃ話したね。マジ50分話しましたよ。やば、はい、調子の悪い時ほど、うん、その時の行動がすごく大事というか。そんなこと言えんですか。そうなんです。総集賞ですからね、東洋の。なんだかんだ総集賞です。調子の悪い時ほどちゃんとね、考えて練習だとか、ね、生活習慣もすごい大事ですね。ちゃんと朝ごはんとか、そういったところを見直す時間もね、必要なのかもしれない。頑張れ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。